第2回「待ち伏せ」馬泥棒を追った劉備玄徳は守備よく奪い返した600頭の馬を運んでいた総勢22機すさまじい働きを見せた関羽と張飛もいた 徒の北八里のところで八重をした直属の者に交代で見張りと石膏を命じた <laughs> 明け方近く三度目に出した二人の石膏が戻ってきた盗賊が待ち伏せしておりますその数二百噂は嘘ではなかった やはり賊はいたのだしかもこちらの動きを正確につかんでいて600頭の馬を横取りしようと待ち構えていたのだその数はなんと200こちらは600頭の馬を護衛するわずかの22人どうやって切り抜けるのかこの顔をならずとも気になるところだ劉備殿は馬限りの好奇を読んで何かを測っているが 馬を散らさずに駆け抜けられるかと。うん。できます。私は戦闘でメス馬に乗ります。それをオスが追います。他の馬も釣られて駆け出します。自信があります。よし。コウキー。六人をお前につけよう。駆け抜けたら、そのまま神徒まで駆け続けろ。先生は。私も神徒へ向かうさ。盗賊どもを牽制しながらな。コウキー。大事なのは、 何が価値かを見極めることだ。六百頭の馬を信徒まで運べば私らの勝ちだ。他のことは一切気にするな。はい細かいことまでは聞き漏らしたが、この劉備という男には何か策があるらしい。劉備は他の部下たちを起こし、六百頭の馬と後期や六名の直属を置いて、 先に立った二百の賊が待ち受ける行庵の中へ十五の牙は静かに進んでいった日が昇ってきた敵が見えてきた盗賊殿は 手ぐすねを引いて待っている200の人書きで我らを飲み込むつもりだ私の右に勘左は弔意はっ他の者のは後につけやつら盗賊だと言って侮れんぞいい武器を持ってやがる気にするなどうせ盗んだものだははは違いない劉備さんよあんた本当にあいつらとやるのか あれぐらいの敵を打ち破れんようじゃ、私の人生も知れたもんだ。張飛さんよ、私がそんな情けない男に見えるのか。だけど山賊たちは俺たちの10倍以上もいるんだぜ。それで私が死ぬさだめなら、潔くここで死のう。うーん。見事な武将の覚悟だな、張飛。参ったでは、劉備殿、これが我ららどうするのか、手はずを教えていただきたい。よかろう。 矢が届くところまで進んだら、カウンと長飛は直ちに横へ走れ。他の者のを連れてだ。はっすぐに後期の600頭の馬が突っ込んでくる。なるほどそういう策ですか。うまくいくといいですね。で、リュウビさん、あんたはどうするんだ私は馬が来る寸前まで敵前に留まる。馬が通り過ぎたら、蹴散らしたら敵が一つにまとまる前に切り込む。待ったあんた大将だろうが 大将が敵の矢に身をさらそってのかいこんな少人数で大将も何もあるか来 <laughs> ましたよ敵の矢の届くところまで張飛、左を走れ皆続け俺と張飛は素早く横に走った他の者をついてくる劉備殿が両手を高く上げるのが見えた 血が揺れた。背後から六百頭の馬が突っ込んできた。劉備がすれすれのところでかわした。雪崩のような六百頭が賊どもに正面から突っ込んだ。蹴散らす、吹っ飛ばす、蹴散らす、吹っ飛ばす。土煙が引くと、賊の大半がうめきながら地べたを這い回っていた。六百頭の馬はすべて駆け抜けていた。 なんとか体制を立て直そうとしている敵のただ中へ張飛とカウの馬が突っ込んだ劉備も耐え出していた <noise> 張飛とカウの戦いぶりに劉備は呆然とした張飛が動く先で血が飛びカウの馬が止まるところでまた血が吹いた <noise> 敵は逃げ惑うばかり 2人が駆け抜けて、もう戦いは終わっていた。済んだな、大将。驚いたぞ。ウもウヒも、きしんと見まごうばかりだったぞ。ちと褒めすぎでは。<laughs> いやいやいや、お二人のおかげで、残ったはあらか方片付いた。だから言ったろ俺たちに声をかけたあんたは運が強いって。<laughs> さあ馬の群れを追うぞ<し>みんな血に汚れていたが誰一人傷を負った者はいなかった信じられない大勝利だった本当に馬を奪い返してくれるなんていや驚きました酒も料理もふんだんにあった約束通り 六百頭の馬を無事に届けられた持ち主の長生兵は狂気して劉備たちをもてなした礼金も想像していた以上にたくさん支援払われた長生兵は中山の大商人であるしかし近頃は賊が増えましたな世の中が乱れたせいでしょう おまけに恒金族というのまで出て始めて恒金族今全土で乱を起こしているそうですがどうなると思います大変なことですよ劉備様何しろ恒金族は賊といっても民なのです太平堂という宗教を信じる民が反乱を起こしているんですまあ官の王朝が今のような祭りとを続けていたんじゃちょっと沈めるのは難しいでしょうな賄賂 賄賂腐敗した宦官たちがとを話すとはまずありますまい対する恒金族にはあの連中だけの神様がついているあんたも大変だ商売がやりにくくなって何世が乱れたら乱れたで商人には別のうまみがあるんですがね泣きどころが一つある自分で自分を守らなくちゃならない兵隊がいります兵隊 兵隊だけでは戦えない指揮をする豪傑がいるそれも信用のできる指揮官が大商人たちはみんなそんなふうに自分の兵を抱えているのですか私も三百の兵をだが今度は切れました六百頭の馬を盗まれておいてそれを奪い返そうともしないしかし私は運がいい劉備様とご縁ができたのですから あなたとここにいる二十五人の方々は、命がけで馬を連れ戻してくださった。絶対に信用できます。いかがです二十五人の方々と中山に来てください3三百の兵隊をあなたに指揮してもらえれば、こんなに心強いことはない。私が三百の兵を預かるのですか金を出すのは私です。だが三百の兵はあなたのものです。調整ーの 劉備様お願いしますふってわいたようないい話だいや大商人の長平は初めから劉備玄徳の人物を試すために馬泥棒を負わせたのかもしれない劉備殿はなんと答えるか